第四代ノーフォーク公爵トマス・ハワードは、イングランドの貴族、帝神。ノーフォーク公爵家の、着難サリー伯爵ヘンリー・ハワードの長男であり、1554年に、祖父第三代ノーフォーク公爵トマス・ハワードの後を、次いで第四代ノーフォーク公爵となった、イングランド女王エリザベス一世の、また重廷にあたる、三度の女子相続者との婚姻を通じて、 所要を拡大してイングランド最有力貴族となる。明確にカトリックとは抗言していなかったが、カトリック的な貴族であり、スコットランド女王メアリーとの結婚計画を進めたことで、エリザベス女王に警戒されるようになり、1569年の北部諸公の乱の際に、ロンドン島に遊兵され、さらに1571年のリドルフィン坊事件に関与したとされて1572年に、 大逆罪で処刑された。ノーフォーク公爵位は剥奪され、長男のフィリップ・ハワードは、母方の爵位のみ継承した。1660年に至って現存にあたる、第23代、アランデル伯爵とマス・ハワードが、第5代ノーフォーク公爵に復権している。1536年3月10日、サリー伯爵ヘンリー・ハワードとその夫人フランセスの、 間の長男として生まれる1542年に、祖父の王ホーク公の命にあたる王妃キャサリン・ハワードが貫通で処刑され、祖父も徐々に国王ヘンリーパスへの信任を失っていき、ついに1546年8月3日に至って、ロンドン島へ遊兵された。父サリーハクも、自分の紋章に独断で王室の紋章を加えたと、されて1547年1月21日に、 反逆罪で処刑された。祖父もロンドン島で処刑を待つ身だったが、処刑日直前にヘンリーパッセイが放御したため、処刑中止となった。1553年7月のエドワード6世の放御後、初代ノーサンバランド公ジョン・ダドリーがメアリー王女を無視して、ジェーン・グレーを女王に擁立しようとしたが、この際に祖父はメアリーを自分の所領にかくまったため、その功績で、 メアリー女王即位後の8月に、ノーフォーク公爵位に復権を果たした。彼も1553年9月に名誉を回復させ、バス騎士団ナイトに除される。さらに1554年7月から8月にかけて、女王、メアリーの夫である、フィリップ王の寝執自重長を務めた。1554年8月25日には、祖父が死去し、18歳にして、 第4代ノーフォーク公爵位を継承することになった。第19代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランの娘、メアリー・フィッツ・アラン、初代オードリー男爵トマス・オードリーの娘マーガレット、第4代デーカー男爵トマス・デーカーの未亡人、エリザベスの3人と順次結婚したが、いずれにも先立たれた。しかし、彼女たちは女子相続人でもあったため、 ノーフォーク公とその子孫が領土を継承することになり、ノーフォーク公爵家はイングランド北部を本拠に全イングランドでも最有力の貴族となった。1559年1月のエリザベス一世の戴冠式はノーフォーク公が軍務博として取り仕切った。エリザベス女王の母アンブーリンの母は第2代ノーフォーク公爵とマス・ハワードの娘であり、従って ノーフォーク公とエリザベス女王は、ハトコの関係にあたる。1559年から1560年にかけてのスコットランド出兵では、北部長官を務め、スコットランド進行部隊の指揮を取った。1559年4月23日、女王の長身ロバート・ダドリーと共に、ガーター・騎士団ンナイトに上される。しかし、ノーフォーク公は成り上がり者のダドリーと同等の、 扱いであることに不満があったという。1562年10月20日には、数密顧問官となったが、この時もレスター伯爵と同時就任だった。女王が仲裁を通じて、絶対権力者として君臨し続けるため、意図的に対立している者同士を同時昇進させて、対立を煽ったものと見られる。スコットランド前女王メアリー1568年5月に、 カトリックのスコットランド前女王メアリーがスコットランドを脱出してイングランドへ亡命しエリザベスに援助を行ったがそのままイングランドで軟禁状態に置かれる事件があった。また同年12月にはネーデルラントでプロテスタント反乱の鎮圧にあたるアルバコウへの軍資金を乗せたスペイン船がイングランドに漂着するも打破される事件があった。こうした 政治情勢から宮廷内では、レスター伯爵を中心に、最小ウィリアムセシルを排除しようという動きが活発化し、また第7代ノーサンバーランド伯爵トマス・パーシーや、第6代ウェストモアランド伯爵チャールズ・ネービルら、カトリック北部諸公の間ではメアリーをイングランド王位につける計画が推進されるようになった。メアリーも、その計画に前向きであり、 彼女は自分とノーフォーク校の結婚計画を積極的に推進し、北部諸公の同意を得た。ノーフォーク公爵は自分はカトリックではないと主張していたが、最終的にはメアリーと結婚する決意を固めた。ただし、ノーフォーク校にとってこの結婚計画は大逆のためではなくイングランドの国益を考えてのことであった。エリザベスがメアリーを スコットランド女王に福井させたとき、イングランド貴族が夫になっている方がスコットランドとイングランドの関係が好転させやすいし、また、メアリーをカトリックの陰謀から引き離すことができるからである。しかしエリザベスがそのように捉える保証はなく、エリザベスが自分への退役罪と認定した場合は、ノーフォーク行為化推進者は全員処刑されてしまうので、ノーフォーク公にとっても、 この計画は爆打だった。エリザベス女王にいつ、どのような形で、結婚計画を醸造するか思案しているうちに噂が、宮廷中に広まり、1569年9月頃には、宮廷内の緊張が高まった。計画から手を引いたレスター伯爵の告白を聞いた、女王は、ノーフォーク公爵とメアリーが結婚すれば、私は4ヶ月以内に、ロンドン島送りとなるであろうと激怒した。 女王の召喚を受けた、ノーフォーク公は、やむなく計画の一部始終を女王に上奏したが、女王から、すさまじい出席を受けた。これにより、宮廷に居づらくなった、ノーフォーク公は1569年9月16日に、女王の許可を得ることなく、独断で宮廷を退去し、ロンドンの屋敷に引きこもり、病気を理由にして、三代を拒否するようになった。 1565年に描かれたノーフォーク校の肖像が1569年9月23日にノーフォーク校がノーフォークの居城ケニングホールへ移ったことで女王は反乱準備と疑い防衛向きのウィンザー城へ移ったしかしノーフォーク校に反乱の意思はなく彼はウェストモアランド伯爵に使者を送って反乱を思いとどまるよう説得に当たっていた もともと結婚計画に関心がなかったカトリック北部諸公はこれを無視し11月にも北部諸公の乱を起こしたが急増の右ごの州だったので政府軍がやってくる前に解散してしまい放棄は失敗に終わった一方のウォーク公の方は9月30日にウィンザー城へ向かい女王の慈悲をこおうとしたが逮捕されてロンドンの屋敷で謹慎処分となった12月には 国部諸侯と自分が無関係である胸の誓約書を書いたが結局1570年1月にロンドン島に投獄された。エリザベスはノーフォーク公爵を処刑すると鼻息を荒くしたがセシルからメアリーとの結婚を計画しただけで処刑にはできないと説得された。1570年6月今後二度とメアリーに近づかないという誓約書を書き8月に 至って、ロンドン島から釈放され、ロンドンの屋敷で近親生活に入った。しかしこの後もノンフォーク公爵は、メアリーとの接触を続けた。北部諸公の乱鎮圧に激怒したローマ教皇は1570年2月に、エリザベスを、大い戦勝者、悪魔の召使いと認定し破門した。1571年1月には教皇に、忠実なフィレンツェの銀行家、 ロベルト・ディ・リドルフィがイングランドへやってきてメアリーと接触した。メアリーはリドルフィを仲介役にスペイン王やローマ教皇の援助を取り付けて自分が大いにつくことを期待するようになり、ノーフォーク皇にもその計画を伝えた。リドルフィは3月にもノーフォーク皇の下を訪れ、スペイン王やローマ教皇に援助を求める手紙を書くよう迫ったが、ノーフォーク皇はこれを拒否している。 だが、リドルフィは、自分で手紙を書いてスペイン大使館に提出し、ノーフォーク公は、署名をしなかったが、趣旨には賛同している旨を報告した。そして、リドルフィは、メアリーとノーフォーク公の使者として、スペインへ向かった。リドルフィの報告を受けたスペインをフェリペ2世も、イングランド侵攻に前向きになった。だが、リドルフィとスペインの動きは、セシルや、 ウォルシンガムエリザベス近親たちに逐一つかまれていた。彼らは関係者に対して行った拷問や通報などからノーフォーク港の関与を確信した。1571年9月7日にノーフォーク港は逮捕され厳しい取り調べを受けた。その中でノーフォーク港は自分はリドルフィの活動に関与していないことを主張した。その上で ノーフォーク校は次のような上層文を書いて、女王の慈悲をこうた。私は我が身を振り返り、素晴らしき陛下の進化としての義務をなんと大きく、逸脱したことかと恥じっております。陛下のご慈悲を期待したり、望む立場にないと痛感しております。私はご慈悲に値しない人間であります。しかし陛下が、慈愛に溢れあわれみ深い方であられ、ご即位以来、ご繁栄が山素知において、 ご慈悲をふんだんに下されてきたのを鑑み、後悔と悲しみに満ちる胸を抱えながらも、意を決して震える手で筆を持ち、つまらぬ我が身を低くし、復従を誓います。こうする以外に、私の心が安らぐ道はありません。我が罪、我が不復従をお許しくださいますよう。聖書にはこう書かれています。扉を叩け、去れば開かれん。陛下の足元に、ひざまずき、我が身。 我が子、我が持つすべてを投げ出し、比例不死、陛下の高貴なご慈悲におすがりいたします。1572年1月15日、ノーフォーク公は、ウェストミンスター宮殿の正室長裁判所にかけられ、直居を得ずにメアリーと結婚しようとした、外国軍を招き入れて、反乱を起こそうとした、リドルフィの陰謀に加担し、退逆者たちにお金をばらまいたとされて、退逆罪で起訴された。 この裁判は有罪判決ありきの見せしめ裁判の色が強く公平な裁判ではなかった。ノーフォーク公は弁護士をつけることが許されず、訴状の写しさえ見せてもらえなかった。ノーフォーク公の有罪を立証する証人たちが次々と証言台に立ったが突っ込んだ尋問が行われることもなかった。ノーフォーク公はすべての基礎事実について無罪を主張したものの、 結局26人の陪審員の全会一致で有罪判決を受けた。女王はノーフォーク公爵の死刑執行命令書署名に際して動揺を見せた。1572年2月9日に死刑執行命令書に署名したが、その日の夜に取り消し、さらに署名、取り消しを3度も繰り返した。最初の初代バーリー男爵 ウィリアム・セシルがフランシス・ウォルシンガムに送った手紙によれば、陛下のお気持ちは様々に揺れ動いている。ある時は自分が危ない立場にあるという話をされて、正義は行われねばならないと結論する。しかし別の時には、ノーフォークが自分に近い血縁だの、身分がとりわけ高いだのと話される。という状態であったという。しかしこの時期には議会が召集されていた。 庶民院は貴族院から出た。しかも、カトリックの対逆者を許す気はなかった。そのためノーフォーク公とメアリーの処刑を求める意見が、庶民院の大勢だった。女王は、メアリーの処刑には応じなかったが、代わりに、ノーフォーク公の処刑には応じ、ついに彼の死刑執行命令書に署名した。これによりノーフォーク公は、1572年6月2日に、 ロンドン島のタワーヒル形状の断頭台において斬首された。36年の生涯だった。ノーフォーク公は最後の言葉として女王陛下への忠誠を宣言するとともに、自分は宗教というものがどんなものであるかわかっているので、カトリック教徒であったことはない。人がこの場所で死を迎えることは好ましいことではないが、女王陛下の御よでそうなるのは、 自分が最初で最後になれば嬉しいと語った。彼の死後、ノーフォーク公爵くらいと公爵量は剥奪され、彼の長男であるフィリップ・ハワードは母方の爵位の継承のみ認められた。その後のフォーク公爵位は3代88年にも渡って失われていたが、チャールズ2世の知性下の1660年に夜叉後に当たる時の当主、第23代、アランデル・伯爵とトマス・ハワードが、 ノーフォーク公爵くらいの復権を直挙され、第5代ノーフォーク公爵となった。ノーフォーク公の肖像が彼は当時イングランドでただ一人の公爵であり、貴族の筆頭だった。クリストファー・ヒバートは、上辺はプロテスタントだが、カトリック的心情を強く持った男、優柔不断でありながら、誇り高い野心家、人間としての心は、決して強くなく、知的な能力、 才能にも乏しかったと評価している。石井美紀子は、公爵は、メアリーとの結婚問題で女王の歓喜に触れた後、まるで意を失った人間のようになり、周囲の陰謀家たちの危うい行動を黙認し、巻き込まれたのであろう。公爵が、エリザベス女王への忠誠を断固たる態度で示して、いたら、リドルフィに付け込まれることも、ブリュッセル、ローマ、マドリードで、 彼の名前が飛び交うこともなかったはずであると論じている。豪壇な人物であったらしく、安男からはほど遠く、踊ったり恋を囁いたりするのは増えてだが、敵を見れば決して逃げないという寸評が残っている。映画、エリザベスの監督、シェカルカプールは、同映画のコメンタリーの中で、公爵は、ウォルシンガムやセシルなど中3階級出身者を、成り上がり者と見下しており、 彼らを甘く見ていたことが命取りになったと述べている。1553年に高祖父ジョン・ハワードが剥奪されていた以下の借位を回復。1554年8月25日の祖父、トマス・ハワードの死去により以下の借位を継承した。最初の妻メアリー・フィッツ・アラン1555年に第19代アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランの娘、メアリー・フィッツ・アランと結婚した。 彼女との間に長男フィリップを設けたが、1557年にメアリーは他界した。ついで1558年に初代オードリー男爵、トマスオードリーの娘マーガレットと結婚し、彼女との間に長女マーガレット、次男トマス、三男ウィリアムを設けている。三男、ウィリアムの系統は後にカーライル伯爵を得ている。マーガレットとは1563年に死別した。 1566年には、第四代デーカー男爵、トマス・デーカーの未亡時にエリザベスと結婚したが、彼女との間の子供は誕生せぬまま、1567年に死別した。なお3人の妻の死はすべて出産が原因である。ありがとうございます。